プレミア第2節終了。現在の順位表がこちらです。本節の補足。開幕2連勝、シティ、ブライトン、アーセナル、リバプール。2戦連続クリーンシート、アーセナル、リバプール。ハットトリック2名、ハーランド、シティ、マドエケ、チェルシー。やっぱり昨季の3強は強さが安定してるわ。開幕2連勝するってほんと簡単なことじゃないんだな。スロット、リバプール。今のとこクロップが残したものを余さず使ってる感じでシンプルに強い。イプスウィッチやるやんと思って台紙に行って帰ってきたら3点取られてて笑った。ヒュルツェララ体制になってからまだ負けてないよね、確か。えぐくない。次はアーセナル、ブライトンだから3連勝は多くても3チームか。保持において合理的な構造を作れないテンハグとポステコの2チームが、ちゃんと不安定なビッグシックストップ2になってんの虚しいな。マレスカもスロットも戦術的なところで間違いなくテンハムより上なの、ほんと打つ。負けたけどアーセナル相手に1人で打開しまくったロジャーズは今季注目だわ。まだ気にするには早すぎるけど2試合7失点再開はちょっときつい。パレス昨季の終盤良かったのにだいぶつまずいてんな。ニューカッスル絶対勝たせない、マンコとボーンマスさん。マドエケインスタ誤爆からのハットトリックはやりすぎや。